写真拡大、栗山元務、血統評論家、コラム今日から使える簡単血統塾、先週の血統ピックアップ Q/5グラニサイです。2着3パーだとのども、ミッキーアイが1200に持ちます。同3コマは桁の裏くらいまで直線で大外に持ち出し、鮮やかに出していけました。オグラニサイエスは連覇を果たしたことになります。オグラ芝1200の連帯率 32.4% は優秀で、2011年以降、当コースで3コマが28以上した149頭のタネボバの中で来年もこのレースでは注目したいタネボバです。勝った名村クレアは北海道浦河の谷川牧場の生産を看馬新山がタネボバとしてつなぎ用されていたことでも有名で、これまでにだけホープ、皆川マンナ、鳥海キャロル、サクセスブロッケンなど多くの活躍馬を生産しています。